元フジテレビのアナウンサーの高橋雅。そんな彼女は以前フライデーされたことがある今回はこの件について見ていきたいと思います藤高橋正アナヤフーナンバーに川辺氏との映画デートがフライデーされるフジテレビの高橋正アナ30歳とかねて より交際が伝えられている Yahoo!COO 最高執行責任者の川辺健太郎氏37歳の映画デートを現在発売中の写真週刊誌「フライデーが伝えているあれ高橋雅じゃない大きなマスクをして変装しているがそのメルクと女子アナオーラで通行人の注目を集めている同志が掲載した 台風が直撃した嵐の夜、六本木で手をつないで、高橋雅年収1億円、ヤフーナンバー2とデートは、9月30日の夜、六本木ヒルズでデートを楽しむ2人の様子をレポートしたもの。この日は、踊る大捜査船 THE ファイナル、新たなる希望を鑑賞後、ヒルズ内にある会員制の高級ラウンジへと消えていったという。紙面には 二人が手をつないでいる写真などが掲載されている。かねて、より、高橋アナのお持ち帰り愛と交際が伝えられていた二人。合コンがきっかけで出会い、交際に発展したという二人の関係は、作家、週刊誌、女性セブンの報道で発覚。同志は、高橋アナが、高級タワーマンションに川辺氏をお持ち帰りしたと伝え、これを受けて、 高橋アナは、出演した、笑っていいとも。で、堂々の交際宣言をしていた。報道を受けた高橋雅は、2011年8月5日放送のフジテレビ番組、笑っていいとも。に出演して、報道されるまで、健全な友達だったと、前置きした上で、報道をしていただいたことがきっかけで、お付き合いすることになりましたと、報告している。 2012年4月にも花見デートが報じられるフジテレビの高橋雅アナウンサー30が恋人と報じられている IT 企業社長 A さん37と菜の花畑デートをしている様子をスクープ手を固くつなぎ合った2人は桜を楽しんだ後、菜の花畑へ移動一面が黄色い絨毯の中時折顔を寄せ合っては綺麗だよねからと 二人の世界に入り込んだ様子。マサアナはマスクを着用していたが、一般客にツーショット写し目をリクエストし、素顔を見せる大胆ぶりだった。お相手の河辺氏はヤフーの鬼でリリー・フランキーに。お相手の河辺健太郎氏は、IT の世界では超有名人。動画配信会社、ギャオの社長を務め、今年4月には、 インターネットの最大手ヤフーの COO 最高執行責任者に就任していますリ・リー・フランキー風のやさ男でプレイボーイとしても知られています芸能記者川辺健太郎氏川辺健太郎さんといいインターネット最大手のヤフーに勤めていて IT 業界ではちょっとした有名人3月1日には彼が4月1日付で 同社の最高執行責任者 COO に就くことが発表されました COO は社のノにですしかも部長ポストから一気に上り詰めた格好で10人20人抜きどころではない異例の大罰会。年収は1億円弱になるはずですヤフー元社員タレントのリリー・フランキー風のやさ男人当たりが良く ネット系雑誌の女性誌編集者たちは「川辺さんって説明がうまくて優しいんです」なんてキャーキャー騒いでいました IT 業界事情通り一部では破局報道が出たこともあったが現在も順調に交際2011年10月20日発売の「週刊新潮新潮社」によるとお相手の IT 社長がまさのデート後に美女とホテルで休憩したり 他の女性の家に泊まったところを週刊誌にキャッチされており、それを見せられたマサが、結婚は無理そうと周囲に漏らすようになったという。実は、マ、ま、サには、すでに、新しい恋人がいるんです。どこで知り合ったのかはわかりませんが、前彼と同じく IT 企業の社長ということです。週刊誌記者。というような過去の報道もありましたが、 交際は継続。IT 企業社長と交際中の高橋アナはこれを取った時はまだ幸せじゃなかったけどその後にいろいろあってと照れ笑いしつつ予行演習はバッチリなので本番でもいいって言われるように頑張りますと結婚間近とも思える発言を堂々と披露した2011年12月の発言彼は物知りな人でパパと似ている 私を面白いところが好きと言ってくれているなどとマサーな。2012年4月の発言。一部では破局報道が出たこともあったが、現在も順調に交際は続いているようだ。